はにょん。今日お話しする内容はこちら。今回も代々木に引き続き、兵庫神戸ワールド記念ホール2日目3日目のシャイニーキー君のソロライブに参戦してきました。2日目はなんと運よくアップグレシートが当たりました。いただいたアップグレグッズはこちらです。はい、中身を取り出してみると、シールですかね。そしてこっちはメッセージ付きのチェキカードで、参戦日によって中身は違うらしいです。最後はトレカケースが入っていました。そして座席はというと、センステから実質2列目付近の上席に座ることができました。代々木スタンド席からジャンプアップして間近で見れることがね、できて大感激でした。今回は遠征での参戦だったのもあって、ちょっとね、ここからは飛行機からの風景とともにレポをお届けしたいと思います。ちょっとレポの中身と関係ないんですが、絶景だったので合わせてお楽しみください。はい、ということで、今回参戦したワールド記念ホールなんですけど、最大8000人と小さなキャパなので、メインステージまで遮るものもなくて、視界は良好。そして、センステに関しては言うまでもなく目の前なので、表情の変化から衣装までじっくり見ることができました。個人的にはね、キペンさんに人気の赤と青のあのかっこいい衣装あるじゃないですか。それもね、とっても素敵なんですけど、私はシャイニーであまり見る機会のない1曲目のね、可愛らしい衣装が本当に好きなんですよ。で、後ろを振り向いた時の尻尾のあの揺れる感じ、あとキー君の腰についている小物も可愛い。そしてパンツに描かれているカラフルなキャラクター。これがね、またいいんですよ。ダンサーさんにも白の衣装に同じようなデザインが施されていて、淡いデザインに合わせて雪みたいにふわふわの素材が使われた猫耳の帽子も最高なんです。主役をちゃんと引き立たせているのに全員が可愛い。今回のテーマが自販機っていう、テーマになってるんですけど、これが可愛らしくて、このカラフルな雰囲気が今回のテーマにもよく合う衣装だなというふうに思いました。そして曲が始まると、キー君の表情が本当に天使のように可愛くて、笑ってたと思えばいたずらっ子みたいなやんちゃな表情にもね、目が離せなくて、で、肉眼で見たキー君の表現力は想像以上に感動ものでした。もっとすごいのは表情の移り変わりです。いろいろな魅力を見せられるようにって自販機に例えたコンセプトと同じようにキー君の表情もどんどん変わっていくんですよね。最初はずっと口角が上がっていて、あの顔文字みたいな口をしてるんですけど、2着目のね、青い衣装では、読み方違ったらごめんなさい。Live with out you っていう曲で、手を首になぞるように沿わせていく動きと、切なそうな表情が、本当に胸を締め付けられるというか、あの目つき、視線、そして、ちょっとした仕草が、ほんとすごくて、私、この曲を、目の前で見て本当に好きになりました。まあ、そんな感じでね、可愛いキー君からどんどん男らしくセクシーに、そしてダークになっていくこのコンセプトの変化を間近で見るほど、破壊欲と驚きと感動の連続で、見事にどっぷりハマってしまいました。そしてすごいのは曲のほとんどをハンドマイクで踊りながら歌ってくれたことじゃないですかね。ハンドマイクって扱いが難しくて距離感をこう同じように保ちながら歌うのって難しいじゃないですか。
それなのに、あの激しいダンスを踊りながら、安定感のある声を聞かせてくれて、キー君、あなた天才っていうふうに思いました。シャイニーって、歌の化け物とダンスの化け物がいるので、当初はね、個性を出そうとして、キー君すごく苦労したっていう話なんですけど、今では誰にも負けない総合力の高さ、そして表現力、プロデュース能力が、こんなに多くの人を感動させるなんて、やっぱりキー君最高すぎます。間近で見れて幸せでした。ありがとうございますっていう感じです。はい。はい。そして日本語ペラペラなキー君は、回を重ねるごとに、MC もね、やっぱり盛り上がってきていて、どんな話をしていたかというと、例えば山の日の話なんですけど、明日休みですよね、どんな日ですかっていう質問に対して、シャオルが山の日って答えたんですね。キー君が山の日があるんだ、山を追いたいから大事にする日、じゃあ海はって聞いたら、あるー。キー君が空はない。空寂しいじゃん。っていうこんな感じの内容で、さすがキー君とキペンの息の合う掛け声ですよね。ほんと面白かったです。それからキー君はとってもグルメで知られてるんですけど、前日の夜も鉄板屋さんに行ったそうで、社長さん、店長さんですかね。キー君、明日もライブですよね。明後日もライブですね。って言われて、よく知ってますね。って答えたら、キー君8年前も来てますよって言われたそうです。以前にシャイニーみんな一緒に来ていたお店でスマホの写真を見返していたら、目の前にいるシルバーの髪になった社長さんも黒髪で作業している姿が映ってたんです。そしてエビが美味しそうだったので、コースの他にもあれ食べたいって注文したら、全く同じ構図のエビの写真がスマホに残っていて、人って変わらないな、僕頼んでんじゃんってキラキラ笑いながらキー君が話してくれました。ほんと可愛いですよね。そして最終日の神戸3日目は、私が行った3公演の中でも最も盛り上がってたんじゃないかなって思えるくらいのボルテージで、キー君もね、調子が良さそうで、声量もぐんと伸びやかだったし、シャオルの熱量も最高潮だったので、掛け声まで大きくなってしまいました。一曲目のグッド&グレートでは、掛け声で、I'm good, I'm there, I'm wild, get paid って、みんなが掛け声に合わせて手の動きもこう大きく縦振りに変わるんですよね。それを歌いながら見てたキー君が、みんな元気ですねってびっくりしてて、超可愛いんだけどって言うんですよ。シャールみんなで大笑いでしたね。声の大きさっていうところでは、3日目はアンアンコールもあって、フォーエバーユアーズのシャールの歌声が大きかったので、こんな声大きかったですか、練習しましたかって言って喜んでくれて、最後はキー君がアカペラでもう一回歌ってくれました。みんなで一緒に歌いました。そして2日目のアンコールといえば、事務所が許可を出している新曲の単体度の他に、キー君の思いつきで、もちろん事務所の許可なしで、2日目はガソリンの撮影が OK になったんです。さすがキー君。その流れで3日目のアンコールについてももちろん期待が高まってたんですが、キー君がね、MC でこんなことを言いました。単体度の撮影はもちろん OK ですと。昨日は急にガソリンも取っていいよって言ったんですけど、今日はごめんなさいって、シャオルみんなってなって、今日はガソリンじゃなくて、オープニング取っていいって誰も教えてくれなかったんですかって言ったら、知らない。SM ひどいな、100回くらい言ったのに、みたいなことを言って、もしかしてキー君 SMJ に怒られちゃったのかななんて言いながら、シャオルみんなで心配しながらも、もういいかい、もういいかいっていう風にコールしてたら、やっぱりもう一回はできないのは撮影 OK ですってキー君が言い出して、実は
嘘です冗談でしたっていう風に言ってくれて、シャウル全員キー君の冗談に綺麗に騙されました。もうさすがすぎて本当に笑いましたね。そんな感じで笑いながらも最後の締めくくりでは、シャイニーのキー君として戻ってきたいっていう話もしてくれて、みんなで笑って感動してすごく楽しい公演になりました。本当に余韻がすごかったです。はい、そしてまだまだ話足りないんですけど、最終日のリハーサル見学にも当選していたので、リハ見学のレポも最後に話して終わりにしたいと思います。とですね、まずリハ開始時刻の3時間前から受付がありまして、握手会特会と同じように手首にランダムで配られた整理番号付きのリストバンドをつけます。リストバンドは白、緑、赤、青の4種類があって、私は白いリストバンドを係の人に巻いてもらいました。リストバンドをつけてもらったら一度解散して最終号の時間まで少し待機をします。私はね、この時浮かれて道路で陽気にね踊ったりしながら待ってたわけなんですけど、最終号の時間になって整列してる時に、なんか忘れてるなーって思ったんですよ。その時に財布やら帰りの航空チケットが入った貴重品のカバンをさっきまでいた道路に置いてきたことに気づいたんですよ。いやー、やらかしたって思って、全財産の入ったポーチカバンとキー君のリハ見学を天秤にかけた結果、やっぱりこれはって思って財布を諦めましたね。はい、財布を諦めてリハに行きました。うん、それですね、一旦ちょっと財布のことは忘れて整列でしたわけですが、指定の番号に従ってね座席に座るんですよ。でね、その財布と引き換えに、こうにも私はメインステージから花道横の最前列に座ることができまして、アップグレ席の時よりもさらに前で見ることができました。ありがとうございます。ということで、はい、リハのセトリはみんなが楽しめるようにって、日によってセトリを変えてくれていたようで、最終日のセトリはこちらになりますね。リハなのでラフな格好で出てきてくれたのもやっぱり嬉しいし、MC の時間があって、なんかリハ見学の当選者のみなので、人数が少ないからか、売れないアーティストにとって面白いってキークが話してくれたりとか、今日どこから来てますかっていう質問に対して、イタリー、オーストラリア、韓国、スイス、タイランド、インドネシアみたいな感じで、世界中からシャウルが来てたみたいで、キー君もそのシャウルの出身国に合わせて何カ国語も使ってペラペラ話してて、さすが天才っていう風に思いました。で、1曲目のターンタイドは踊りながら一緒に楽しめたし、2曲目もね、歌とダンス楽しみながら、あと個人的にはダンサーさんの普段着も気になってたので、キャミソール可愛いなとか、あ、靴こっち系かとか思いながらガン見しちゃってました。3曲目はみんなの顔が見れるような曲にしたいということで、歌を歌いながら一人一人と目を合わせて、丁寧に伴奏しながらゆっくり歩いてきてくれました。誰にでも平等に接する姿は本当にプロです、神様ですっていう感じでした。そんな感じでリハ見学もあっという間に終わったんですけど、私はというと一応ね、ちゃんと財布のこと覚えてまして、置いてきたと思われる道路にね全力で走っていきました。そしたらあれだーってなって、一安心って感じだったんですけど、草むらでね目立たなかったのか中身も無事だったわけなんですが、まあ、一緒に入れてあったお水が完全に熱々のお湯に変わってまして、まあそんな感じでまあ、無事にカバンも取り戻せたっていうことでバタバタしたこともあったんですけど、神戸2日間は全体的に楽しく過ごすことができまして、
まあ、いい思い出になりました。はい、ということで、今回のお話はここまで。